はいどうも皆さんこんにちは。本日もポケモンやっていきましょうか。そしてダイパリメイクの発売まであともう少しですね。あの感動の作品がリメイクされて登場しますよ。で今日はですねダイパリメイクの話ではなくて1点話したい内容があるんですよ。とても重要な話になるのでぜひ最後まで聞いていただければと思いますね。では取り上げていく内容なんですがこちらを見てください。こちら具体的に何を指してるかというとポケモンカードゲームソード&シールド、こちらの受注生産を進めますっていう記事になります。いやーまさかのタイミングですね。まあ、受注生産になるんじゃないかなって僕も当初思っていたんですがマジで受注生産になったわ。これはですねかなり朗報ではないでしょうか。以前から転売ヤーが躍動して買いたい人が買えなくなる、ないしは値段が10倍、下手したら20倍ぐらいに釣り上がるんじゃないかっていうことが言われていてすごく問題になっていたんですが、受注生産ということなんで原則予約をすれば購入することができるようになりますね。いやーこれは本当に神じゃないの。ただ受注生産ということなんでみんな一斉に届くってわけではなくておそらく予約順になるのかな。ですので早ければ早いほど手元に届くのが早いっていうことになるんじゃないでしょうか。ちょっとそこについては書かれてないんですが、まあ普通に考えるとそんな感じになるんじゃないかなと思ってますね。そしてこのポケモンカードゲームソード&シールド10月22日に発売予定になってます。いやーパッケージもめちゃくちゃかっこいいですね。金ピカですよ金ピカね、すごすぎる。まあゴールデンボックスで書かれてる通り、まあ当たり前っちゃ当たり前の話ではあるんですが25周年を記念したセット商品っていうことなんで絶対ねこれは後々価値が出ると思いますよ。ですので僕もね予約開始されたらすぐに予約しようと思ってます。いやけどさこれは買わないといけないよ。絶対買った方がいいと思うわ。逆に買わないと後悔すると思いますからね。ちなみに1点補足なんですが本文にも書いてある通り受注生産を実施する場合は受注開始時期は2022年春以降商品発送時期は2022年冬以降を予定していますって書かれてますね。こちら最大の問題点ですね。まあ、受注生産にはなるんですが、ただ商品の発送時期がだいぶ先になるんですよね。ですので、まあ、約1年間待たないといけないんで、まあ、言ってもポケモンカードってさ、結局その保管しておく場合が多いと思うんで、まあまあまあ手元に来るんであれば個人的にはいいんじゃないかなと思っているんですが、まあ、今すぐ遊びたいぜ、デッキに組み入れたいぜっていう方からしてみると、ちょっとまあここに関してはネックになってくるのかなと思いました。まあもちろんですね、受注生産でなければ10月22日に発売されるからその日に買えばいいわけなんですが、もし買えなかったとしても受注生産があるからまあ転売ヤーから購入する必要はないということですね。まあこれは本当にね神だと思いますよね。間違いねえわ。ただやっぱりね需要が相当見込まれるんで、まあ商品発送時期も2022年冬っていうことで保険をかけてるのかなと思いました。まあちょっとバッハを持たすみたいな感じかな。まあ、そんな感じに見受けられますと。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録を済んでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらくポケモンやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないと思うので、ぜひ気軽によろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあね。